登山靴。登山靴とは、登山の目的に使用する靴のことで、登山形態に合わせて様々な種類がある。登山は、普通は平坦で鳴らされた道ではなく、表面が不規則、不安定で、しかも傾斜のある場所を、重い荷物を担いで歩くものである。そのため、普通の靴ではすぐに壊れるし、靴底は滑るし、足の裏は痛くなり、また足首をひねることが多い。 登山靴は、これらの問題を起こりにくくするために作られたものである。靴を重要とするスポーツは数多いが、登山の場合はその性能の量費が生命を左右することがある。普通の靴との違いは以下の通り。なお、これは旧式の一般的登山靴である。これらの結果として登山靴は非常に重くなり、素材が革しかなかった時代には、 キログラム単位の重さがあった。これは必ずしも悪いことではなく特に重い荷物を担ぐ場合には足が振り子の容量で振り出せむしろ歩きやすい側面もあった。しかし重ければ良いわけではないし荷物が少ない時には軽いに越したことはない。ケート山用には布製のキャーラバンシューズというのがあった。しかしその後次第に様々な合成素材が開発され。 登山靴の種類も増えていった。1788年にオラスイコールベネディクトド・ソシュールがモンブランのジュアン峠に登った時の同伴画を見ると、この頃は平野部で使う靴とほとんど同じものが使われていたようである。これが登山靴として特化されたのはイギリス人がアルプスにやってきて漁師や水晶鳥として働いていた人々をガイドに登るようになってからである。 1884年春にエドワード・ウィンパーが描いた、チェルマットのクラブ室というスケッチを見る限り、貧弱な革靴であったが、いわゆる銀の時代になると、かなり頑丈に進歩し、靴病がびっしり打たれている。靴病は岩場に弱く、岩登り向きとされていたトリコニーも一枚岩に、弱いという欠点があり、また鉄製であるため陶器には、猛烈に冷える。 このため岩場では1918年に発明された直旅に履き替え、重い登山靴を担いで登っていた。登山家でもあったアーネスト佐藤は1863年に六甲山を訪れた際に病を打った登山靴を持ち込んでおり、これが日本で使われた最初の登山靴と言われている。ウォルター・ウェストンは1894年に笠ヶ岳に登った際、 靴病を打った登山靴を履いていたが、穴ケ谷を加工した際に、同行の仲間が草履を履いて楽に岩から岩へ飛んでいるのを見て、草履を一足借りて、靴の底に結びつけて成功した旨を伝えている。このように、日本で登山が始められた頃に登山靴が入ってきたが、当時履物といえば草履であり、小島薄いも、専門は草履に限る。長靴くぎ靴は、 日本の山岳には断じて、不適当なるを格言してはばからずと主張するなど、重さ、大きさ、硬さに、皆一様に平気し、欧米人しか持ちいず直ちに普及はしなかった。そのため、ウォルター・ウェストンが、登山靴に草履を重ね吐きした話を伝え聞いて、留意を下げた。実際ウォルター・ウェストンは、穴毛谷での経験以来たびたび登山靴に草履を併用したようで、 1913年に上高地カッパ橋で撮影されたその足元には登山靴に結び付けられた草履が映っている。この草履の登山靴併用は当時の外国人登山者の間で流行したが、これはその効果よりも異国趣味を楽しもうという気持ちが含まれていた可能性もある。実際には草履は消耗が激しくたちまち吐き潰してしまうため、 食料と同様に日数に比例した数を用意する必要があった。1915年に、針の木峠から槍ヶ岳に重装した一個自家像、川藤壁ごと、長谷川尿世館らは150足の造りを、傾向するためだけに妊婦を雇ったが一人では、背負いきれなかったという。ただ現実には輸入品もなく国産品を作る、職人もいなかったので、身近な存在にはなり得なかった。 1921年に、マキア・リツネがガ川から凱旋し、同じ年に、マリア運動部店、現行実産層が、ミッチランガーガウバから登山靴を輸入するようになって、またこの頃日本の登山会も、いよいよ積雪期に挑戦るようになっていたことと重なり、草履は、登山靴に転換された。1922年には、マキアリツネの持ち帰った、グリンデルバルトのアマハー登山靴が、 東京本郷の大田屋靴店でマリアが輸入した靴は京都日の丸堂でも造された。1935年にビブラムがゴム邸を発明し、その優秀さは登山史上画期的な効果をもたらした。第二次世界大戦のために本への輸入は遅れたが、1956年に本体のマナスル遠征とその成功によって起きた山ブームと共に普及し、 ピレリやセルマットなど、他のブランドのゴム製ソールと共に靴病を駆逐した。現在でも夏山、冬山、岩登り、重装と万能靴として使用されている。貿易自由化に伴い登山用具の輸入も大幅に増え、1963年には、ノルディカのヒンズークシーモデル、ドロミテの過信モデルなど、イタリア製登山靴の輸入が始まり、海外渡航がままならなかった当時これらは、 憧れだったヨーロッパ登山会への憧れを演出してくれる小道具となり非常によく売れた。また国産靴は靴作りでは負けなくても数少ない例外を除きそのほとんどが登山経験のない職人によって制作されていたため登山靴としての基本的機能で大きく劣っており国産靴の売り上げは相対的に減少した。当期当班が 高度化するとともに靴に要求される条件も厳しくなった。岩壁倒班の場合、パートナーが行動している間は停止して、材料をさばいているためつま先が猛烈に冷えるので、防寒性を高めるため革製化の内側に、ウールのフェルトを採用する二重靴が考え出され、たちまち冬山における常識的装備となった。 1970年代になると、すでにプラスチック化が進んでいたスキー界の世界から、山岳ツアースキー靴を端緒として、プラスチック製ブーツが広まった。1980年に、山岳同士会は、カンチェンジュンが北壁への挑戦に再シスカルパ製、山岳ツアースキー用二重靴を隊員に支給した。これは防水こそ完璧であったものの結露があって、つま先の霊感がついて回った。 また一部隊員は、コフラック製のプラスチック製に熟屈を使用し、当初は保温性に不満があったりしたものの、概ね良好な結果であった。完全防水と結露は廃反する問題で、解決されていない。また現在のプラスチックブーツはポリウレタンを素材とする、製品が多く、空気中の水蒸気と化学反応を起こして劣化し、メーカーによれば寿命は製造日から約5年である。 突然割れることがあり、スキーや登山中に事故とならないよう、古いものは使用を中止し、新しいものでも薄い部分からひび割れることがあり、負をかけて割れないかチェックすることが好ましい。ハイキングやトレッキング、日本の夏山用には軽快で歩き良い靴が出回っており、雪のない時期なら、このタイプが一番ふさわしい。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。